三、二、一、ゼロ。アキラ、起きなさい、朝よ。はい、成原です。恐れ入ります。主人は今学術会議でブリュッセルの方へ行っておりまして、はい、帰りましたら必ず失礼いたします。ああ、母さんおはよう。アキラ、寝ぼけてないで離れに行ってお父さん呼んできて。はい、さようでございます。ああ、誠に申し訳ございません。実は主人は今ノーベル賞の授賞式のため本学にでも行っておりまして、はい、誠にはいすみませんでございます。帰ってきましたら早速ご連絡させますので、はい、それではごめんあそぶ。ねえ母さん。アキラ、見ないたの。早く呼んできてって言ったでしょ。あってさ、急がないと朝飯抜きよ。鍋ついてるよ。ああ、何でこんなにのんきに育ったのかしら。僕ぐらいのんきじゃないとこの家にいられないと思うよ。えいや、超ひもり論と私という命題で四文字の熟語を作りなさい。大化の改新。よし、入れ。おはよう、父さん。むむ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 。家族しか知らないはずの合言葉を知っている君は誰だ。息子のアキラだってば。毎日毎日同じことを言わせないでほしい。あ、息子。おお、アキラか。あ、昨日あったかな。ああ、やみらまで言うな。思い出した。これを見ろ。これこそ私が長年の歳月と B 型の心血を注ぎ一晩で完成させた人格改造マシーンだ。近頃父さんが作るものってみんなたい焼きみたいな形だね。当たり前である。万能のシャーシを求めて問屋街を歩き回り、ついにたい焼き機と巡り合うまでの私のこの苦労、お前なんかに分かってたまるか。よいか、我が息子よ。早く生まれすぎた天才科学者がゆえに忍ばねばならなかった言語を絶する非難中傷、冷たい視線、妬み、笑いの雨嵐だが、いよいよこの私が世界を征服する時が来たのだ。世のエセ科学者どものひょうたんする顔が目に浮かぶわ。どうでもいいけど、母さんが早くご飯食べろってさ。何？母さん？お母さん！私のお母さんはね、美しい人だったんだよ。父さんお母さんじゃないよ。聞いてしまった。こちら岩清水、西園寺君、応答願います。喜んでくれたまえ。たった今、成原博士がタイヤ機器を完成させた模様だ。そう、それはそれは。ちょっと、タイヤ機器って何よ。すまない、間違えた。人格改造マシンはタイヤ機器にしか見えないんだが。とにかく、これであの憎き工学部の連中を真人間にしてやれるってもんだわ。岩清水君、早速行動を開始してちょうだい。以上。西園寺君、もしもし。はあ、行動を開始しろって言われてもな、いくらなんでも盗みに入るわけにもいかないし。ごめんください。遅い、遅すぎる。工学部時間もとっくに過ぎているというのに、あいつらは一体何をやっとるんだ。逼迫する我が工学部の部費を捻出すべく、天野小夜子が取ってきたワンステージ6500円の工学版賞、なんで取ってきた本人はいないのだ。しかも間垣は生け花三昧、誠は追試の追試を食らってダメ、浅野と岸田は行方が知れず、1年生はこともあろうに撮影会、それだけならまだしも大切なリハーサルだというのに、誰も来ておらん。いるんですよ。ああ、戸坂さん、こんなところにいたんですか。おお、佐野、
遅いじゃないか。今何時だと思っとる。そこへ直れ。お仕置きだ。何をするんですか。無駄な抵抗は不許可である。買うな。あうあう。ちょっと一体何の騒ぎ。しーちゃん、土坂さんは。はあ、土坂さん何やってるんですか。あ、堀川貴様もか。でそこへ直れ。はい。天罰トゥエキメン。これはやめてくださいよ。マル君壊れちゃう。そうですよ、壊れちゃいますよ。バカなことやってないで、もうみんなとっくに集まって練習してますよ。あ、私は1時間も前からここにおるが、誰の姿も見ていない。部室が狭くて稽古できないから体育館に集合しようって言ったのは戸坂さんじゃないですか。あ、旦那一本取られやしたね。おーし、では始めるか。秘密の特訓である。いや、いつものことながら旦那はお強い。これだもんな。行ってくるぞと勇ましく。ブーン。はいはい、車に気をつけるのよって。あなた。はい。どこへ行くんです。ん、決まっておろうが学校である。行かんでいいの。あ、そう。だー、どうしたんです。一定の高度で照らされた面の照度は光源からの距離の事情に反比例するんだ。知りませんよ。そんなことが今やってる研究に関係あるんですか。何を心配しておる群馬生まれの我が妻よ。この私を誰だと思っておるのだ。この天才工学博士の私に不可能という字は読めない。今度の研究はちゃんとやり遂げるんでしょうね。まったくいつも途中でほっぽり出して、コミックス休館の世界征服計画だって途中で挫折なんかして。私はね、恥ずかしくてしばらく表を歩けませんでした。まあ聞いて驚け、群馬生まれの我が妻よ。清江という名の我が妻よ。実はたった今朝方画期的なマシンが完成したのだ。またタイヤ機器ですか。何をうすら鉢巻きなことを言っておるのだ。これで世界は私の思うがまま、ナマコがパパの大大臣。あなた、やればできるんじゃないですか。さあ群馬生まれの我が妻よ、見せてやろう我が研究の成果を。熱いてまいれ。はい。さあこれが今世紀最大の発。え、どのタイヤ機器がそうですの。ない。え、ない。先月特許申請したばっかりの瞬間移動装置のめぐみちゃんがない。一体どこへ行ったのかしら。さっきタイヤ機器を貸してくれってやってきた爽やかな若者にお渡しになったのがそれなんじゃないんですか。誰が。あなたが渡したんでしょ、あのタイヤ機器を。タイヤ機器じゃないやい。そんなことよりどれなんです。見よ、これだ。名付けて人格改造マシン、アストランザー Z 2型だ。やっぱりタイヤ機器だわ。会場に来てくれてますよ。
司令がいきなり出てきて戦闘員やっつけちゃったら話が続かないじゃないですか。大丈夫、任せて。なんだかわかんないけど、みんなお願い、甲賀門を呼んで。待て待て堀川、戦闘員ごとき私一人で十分だぞ。さあみんな大きな声で甲賀門を呼ぶのよ。甲賀門。いや、ちょっといきなりボケてどうすんのよ。究極戦隊甲賀門でしょ。だけど今日は3人しかいませんよ。ブルーのサンゴの人と、ピンクはエリカちゃんです。レッドの人とイエローの人はどうしたのだろう。だから今日はいないと言っておるんだ。ちょっと早くしないと BGM 終わっちゃうわよ。とりあえず何をすればいいのでしょう。こうなったら仕方ないわ。とりあえず登坂司令を取り押さえんのよ。はい。ほら岩清くん、早くしなさいよ。なんて重いんだこのタイヤ機器は。いや、人格改造マシンは。いいよ、奥狙ってしくじるんじゃないわよ。ソロバン5級のこの僕に任せておきたまえ。究極戦隊甲賀門、ただいま参上。メタポジリーズ。甲賀門め、これでも食らえ。ああ、やられてしまいまった。え、甲賀ブラック。笑っている場合ではない。誰のせいでこんなことになったと思ってるんだ。登坂さんです。よし、準備完了。甲賀部のおバカさんたち見てらっしゃい。春風高校 OB の両親を代表してあなたたちの少年を完璧人格改造マシン。世の中にこんないいものがあったなって。よし、日輪の力を借りて今視察の番組が違う。スイッチ。会心なさい。岩清水くん、次。今の声はサイオンジ君？これは一体どうしたわけだ？花火は夜の空を高く上がり、それは無数の火花を散らせながら崩れていったけれども、その光だけは大空を突き抜け上昇し続けて消えることはなかった。いや、岩清水くんじゃありませんか。ギクアール。こんなところで何をしているんです。あれ、このたい焼き器は何でせう。断じて違
違う。これは成原博士が発明した人格改造マシンなどでは決してない。は？違うと言ってるんだ。なんだその疑いそうな目は。そうか、君はこう思ってるんだな。僕と西洋寺君がこの機械を成原万能工学研究所から借用し、これを使って工学部の連中に一泡吹かせようと画策したが、どういうわけかみんなが一瞬にして消滅してしまったんで、驚きのあまり遠藤周作の青い小さな武道を朗読していたとこう思ってるんだな。へへへ、冗談じゃない。こんな不気味な機械など僕には必要ない。さあさっさと成原博士のところへ返して。いや、何を言ってるんだ君は。タイヤ機器で何ができると言うんだ、しっけな。だがこれがタイヤ機器ではないという分かった以上、とっとと成原博士に返却しよう。そうだ、それがいい。さあ、アル君、とっとと持ってきたまえ。じゃらー。岩清水君。ん？超ひもり論と私という命題で4文字の熟語を作れ。米国通帳。よし、はいで。やあ、お父さん。むっ、まあ、まあ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 、誰も知らないはずの合言葉を知っている君は誰だ。僕ですよ、あなたに作っていただいた R 田中一郎くんです。おお、 R 田中一郎とやら、まあ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 、そんなところに突っ立っとらんで、こっちに来て三点倒立でもしなさい。はい、ではお言葉に甘えて。よいしょ。で、一体この私に何の用だ。待て、私が当ててやる。だー、皆まで言うな、この生草ロボットめ。いよいよその時がやってきたというのでございますね。どうだ、違うとは言わせんぞ。どんな時なんでしょう。何、違う。じゃあ一体は。あー、それは昨日から行方不明だった瞬間移動装置めぐみちゃんではないか。だ、何故に R28 号お前が。いえ、ですからそれを説明しようと。あ、頭に油が昇った。よいしょ。あ、首がもげてしまった。もう世話の焼けるったら、もげてもげてともげて、みんなが穴をった。さ、どういうことなのだ。はい、実は。なーにーが、何やらさっぱり要領を得ないが。あ、そうか、消えてしまったか。おということは生体実験をする手間が省けて、あらっきーあらっきーってなもんだ。三度傘だな。でもみんなは今頃どこでどうしているのやら。よーし、私が何年か前に発明したどこでもミラーで見てみるか。それ。ふん。進行滅却すると、なおさら様。熱演でしたね。さすがはチャンピオン大会だけありまして、どのチームも優劣がつけがたい感じでございます。さあ、これで今回の出演者は全て出揃ったわけですが、おっと、まだもう一組残っていたようですね。失礼いたしました。いや、それにしても派手な登場でしたね。あ、お、
ちょっち緊張してるのかな。ズボンズボン、はあ、スラックススラックス、なんちゃってな。ではまずグループ名なんかからどうぞ。ここどこ。あ、先輩、キャー、ここテレビ局よ。グループ名は何かな。春高工画部だが。春高工画部、名前もなかなか凝ってますね。さて出し物ですが、4人ということは本当かな、それとも変則漫才。先輩どうするんです。どうするって、やるっきゃなかろうが。やるって何をよ。漫才よ。ちょっとエリカ、私できないわよ。ねえ、うるさい。ことこうなれば優勝あるのみ、勝利はクアーチ。エリカちゃん頑張ります。何言ってんのよ二人とも。いいからこの私についてくるのだ。話がまとまったようですね。それでは笑い天国目指せ明日の後ろ指、エントリーナンバー12番、春高工画部の皆さんです。張り切ってテミレミレ。皆さん、ごめんくさい。毎度おなじみ、春高工画部でおまし。愉快愉快。ああ、さてと、実験も成功したし腹が減ったな。たい焼きでも食うかな。ガオ、あんたかまた。いや、登坂さんじゃありませんか。む、君たちはどうしてこんなところにいるんだ。それを聞きたいのはこっちです。あ、そういえば西園寺さんはどこへ行ったのだろう。スターは吹かせようと画策したが、どういうわけかみんなが一緒にして証明する証明するんでしょ。君はこう思ってるんだな。僕と西園寺君がこの機会を使って、やわ。美しい人だったんだよ。あんたかまた。部室が狭くて稽古できないから体育館に集合しようって言ったのは登坂さんじゃないですか。旦那、一本取られやしたね。アンドロイドと人と水と涙と宇宙と心の光る時代伝えておくれよ。